お疲れ様です。お酒の美術館広報のひなちゃんです。今日は京都にある烏丸五条店に来てます。またまたコラボしていただく方なんですけど、どうぞ。チカラさん、ありがとうございます。チカラさんです。ちゃんぽんチカラです。よろしくお願いします。今回は予算3000円でちゃんぽんチカラさんがおすすめするお酒の美術館での飲み方を教えていただきたいなと。3000円で、はい、さんのおごりで。いや、まあ3000円ぐらいだったらいいですね。あ、ありがとうございますっていうぐらいの、はい、楽しませていただきたいと思います。ぜひぜひ。皆さんね、あのプライベートの方でもね、お酒の美術館はよく行ってらっしゃる。行きます行きます。ここもマジで何回も来てる。普通に行ってる昨日も行ってた。あ、そうなんですか。お店長さんも全然、うん、仲いい仲いい方だ、うん、じゃあもう早速中に入って、はい、やっていきましょう。行ってみたいと思います。よし、お願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。違うけど、はい、じゃあ早速店内に来ました。北村店長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう何度も来てるっていうことで、もう何回も会ってる、本当にヘビーユーザー。ヘビーユーザー、ありがとうございます。でも本当にそう。最初の一杯目、結構重要になるかと思うんですけど、チカラさんは何を飲まれますか？僕、美術館に来たら大体飲むやつあるんですけど、はい、僕いつもあのプレジデント飲むんですよ。うん、オールドボトル。うん、さすがです。そう、あれめちゃめちゃ美味しいんで。プレゼントください。はい、ソーダで。ソーダ待ってください。私もソーダでお願いいたします。これ美味しいよね。本当美味しいですよね。大統領、あ、そう、日本語訳した。大統領ウイスキーですね。じゃあ早速1杯目、チカラさんに選んでいただきましたプレジデントです。はい、これはオールドボトルですかね。そうです。はい、美術館にも割とありますね、これは。うん、結構どこの店舗でも置いてるイメージがある。そうそうそう、あります。では早速、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。スランチャ、スランチャ。すごい喉、うん調子いいっすね。めちゃめちゃなりましたよ。今一足に入りました。やっとギアが入りましたね。バリウマです。いや、これ本当に美味しいと思いますよ、僕。800円ですか？800円。安い。あ、電卓が。ありがとうございます。今日は分かりやすく電卓で。これで計算して。予算3000円から800円引きまして、2200円残りです。でも本当にバーに来て3桁で飲めるっていいですよね。最低1000円以上からのイメージがやっぱりどうしても強い、うん、あります、あります。800円、800円、しかもオールドボトル。そうです。北村さん、これもう30年ぐらいは昔のウイスキー。そうですね。おー、今何歳？今27です。生まれる前からあるやつ、ね、しかもそれだけ古いやつが800円。絶対お得ですよね。2杯目は何にしますか？2杯目、逆に北村さんにちょっと提案していただきたいんですけど、まあお酒の美術館烏丸五条店、ここでしか飲めないというか、まあここに来たらこれを飲めみたいなのがあれば、なんかそういうの飲みたいです。うん、気になる。ドンでしょうね。出た。いや、おそらくこれかなと思いました。樽来ました。烏丸五条樽、はい、ハウスブレンドですね。もうご自身で、あの、ブレンドして。美術館も店舗によってハウスブレンドそれぞれ持ってて、五条店にもあるということで。レシピは、うちはスモーキーブレンド、オールオイルが 50%。 おお、リッチです。2種類、合計3種類でブレンドしています。なるほど。その2種類はシークレット。シークレット、なるほど。飲み方何がおすすめですか？ストレートかロックか。ロック、ロック、ロックがいいです。私もロックで、ロックでします。じゃあ2杯目、烏丸五条いただきました。ロックです。はい、はい、じゃあ早速カッパ。そうじゃん。いきます。あ、いいですね。いいでしょ。結構スモーキーだ。やっぱりラフロイグ 50% 入ってますね。ラフロイグめっちゃ感じます。期待値が上がる。おお、スモーキー、うん、普通にめっちゃ美味しいですこれ結構スモーキーなウイスキー好きな人は割とみんな好きな味かもしれない。ハマると思う、うん、そうですね。アイラ系のうちでは、まあ、カラスの五条が入り口みたいな、うん、確かに。これを美味しくいただける方はアイラ系もいけるような、うんうんうん、ちょうどいいかも。飲んでみて次どうするか考えられますね。
どうしました、すいません、ちょっと今日喉どうしたんですか、実際喉が酒焼けがひどいですよね酒焼けじゃないんですよ、これお酒はちゃんとあの適量飲みまして、昨日そのまま寝たらクーラーつけっぱなしで喉やられました。それも自己責任なんですよ完全に、なんか今日撮影あるからやばいと思って朝起きて、体調管理も仕事のうちですからねすいません、よろしくお願いします、おっしゃる通りです本当にこれも好きでいけます。もう、いいですよ。もう本当。ちなみにこのカラスマコジョは一杯おいくらになりますか。うん、おー、このスモーキーさで。これ900円以上の味しますよ、絶対、はい、うん。普通になんかいいウイスキー飲んでるなって感じが美味しい。樽だから味は変化し続けていく。あ、そうですね。少しずつ変わっているかとは思います、ね。ということで、ひなちゃん、今どうなんですか。2200円で900円ということで。はい。残り1300円になっております。でも2杯ともじゃあ1000円切ってんのか。切ってますね。安いね。はい、次3杯目ってことですが、うん、3杯目は何でしょうか。3杯目、やっぱりもうちょっとこうオールドボトル飲みたいで、うん、ローヤル。おお、うん、出ましたね。昔のローヤル味濃くてうまいんですよ。うん、結構懐かしいって思う人もいるかもしれない、うん、これ確か安かった記憶あるんですよ。これいくらでしたっけ。ワンコイン、ごちそうさまです。これリアルに僕東京住んでるんですけど、東京のバーでサントリーバーとかあるじゃないですか、うん、このオールドボトルとかもちろんあるんですけど、一杯1500円とか、いやマジで1500円ぐらいするっすよ。もう来れないでも実質だから3分の1ぐらい、これマジですよ本当に。やっぱオールドって普通のバーだと高いですよね。なんでこんな持ってんの、美術館オールドボトル。秘密のルートがありました。いやいや悪いことしてそう。ご褒です、ご褒です。じゃあ僕これを水割りで飲みたいです。はい、じゃあ私も水割りで。水割り美味しいんですよ、ローヤルの。うん、そうそう、あんま水割りっていうイメージないですけど結構飲みますか。飲みます。なんか動画の中ではソーダ割りが多いですけど、家で飲むとき意外と水割りとかで、残りちょっと少なくなってきたら僕前割りとかもするんですよ。確か前割り。そう、前割りっていうのは例えばお酒とお水を同量の水を入れて、うん、寝る前とかにこう冷蔵庫に入れとくんですよ。で次の日だから前日から割って瓶に入れとく前割り。そういう前、そうで次の日の夜とかにこう入れてまたこう。それ知らなかったです。結構特殊な飲み方ね。九州とかはあるんですよ。あ、そうなんですね。そうです、前日からなじませとくっていう。なるほど。そう、焼酎も。そうです、そうです。さすが酒飲み研修。そう、芋とか麦で一般的にはやるんですけど。では3杯目、ヒカルさんが選んだローヤルのオールドボトルですねをいただきたいと思います。うまい。よくでも飲んでますか。いや、乾杯してください。乾杯。スロンちゃん本当に甘い。あ、甘いです ね。バーボンかと思うぐらい甘く、フルーツだ、うん、本当にちょっと山崎とか白州っぽさを奥の方にちょっとやっぱ感じるんですよね。うん、白州のスモーキーもあるような気がする。これ多分嫌いな人ほとんどいないと思う。本当に飲みやすい。入門にもいいかもしれないです、うん、これは大体どこでもあるね、まあ、プレジデントもそうだけど、絶対飲むのは僕プレジデントほぼ飲みます。置いてたらこれ飲みたくて来る時もあるぐらい本当に。だってプレジデントよそのバーにまず基本的にないですよ。相当オールドボトルに力入れてるお店だったらあるかもしれないけど、うん、あったとしてもこの値段じゃ難しいよねっていう、うん、美術館を最大限活用してるやり方ですね。でも冗談だけどマジで安いですよね。そうです。本当はもっと上げたいですよね。え、今いくら。これで800円、900円、500円。あ、残り800円だ。あれ、暗算の方が早い。俺の方が早い。残り800円です。言いました。3杯目の薬なんで、次、はい、残り1を800円になってますが、うん、最後まあ1杯ぐらいなのかなと思うんですけど、はい、何いきますか、うん、800円か。スコッチ飲んで、タル飲んで、うん、ジャパニーズでしょ、日本でしょ、ね、アメリカ行きたいですね。お、ちょっとマニアックなやつというか。あ、そうですね、古いの飲んでみたいですね。あんまり実は僕バーボンの古酒というかオールドボトル飲んだことなくて。なんすかそれ。おお、おしゃれ。え、触っていいですか。どうぞ。ローリング K。 え、マジで知らないです。これマ
初めて見ました。お力さんも初めて、うん、ローリング系ケンタッキーストレートバーボンウイスキー、あ、オールドクローって書いてある。オールドクローって書いてある、はい、オールドクロー社が以前日本向けに出したバーボンです。知らなかったです。もうオールドクロー社自体がもう上昇してないので、うーん、日本ウイスキーもないです。あ、じゃあちょっと貴重だ。そうです。これいくらですか？800円。今手入り合わせましたね。さすが。じゃあ関西なんで800万円。800万円。800万円。あの、おごりなんで今日は。3000万で。予算跳ね上がりました。これおすすめの飲み方なんですか？ハイボールがいいですね。じゃあハイボールください。逆に一番高いウイスキーなんですか？このお店で。はい。これあれじゃんすか、あのフロムザバレルのボトルですよね。ついこの前まではこちらでした。これ中身なんですか？これは10年の年収。これ移し替えたわけじゃなくて、あ、そうです。ここにルート番号というかシリアル番号が入ってます。瓶もこれがオフィシャルの瓶で。そうですね、フロムザバレルと同じですよね。そうですね。何種類かあるみたいですね、ボトル。絶対高いですよね、これ。これそこそこしますね。定価ではなかなか入ってこない。え、ちなみにおいくら万円ですか？うちでは1200万円。うわー、高い高いでもこれ見たことないですよね。これダメですか？これダメですね。今日は予算3000円なんで、すみません。プライベートで撮ってください。じゃあローリング系でお願いします。ローリング系がちょっと弱くなった。弱くなった。多分見てる人みんなこっちに見えちゃってるかもしれない。予算を思い出してください。最後の一杯、チカラさんが選んだのはローリング系バーボンです、うん、いただきます。お、うん、甘みがありますね、バーボンだ。もう結構王道の味ですね、甘い。チカラさん、勝手なイメージですけど、うん、結構チカラさん、スコッチとかその地形のイメージで、うん、バーボン飲むっていうのはあんまり僕、これですけど、結構バーボン好きです。めちゃくちゃ。バッファロートレース、はいはいはい、月1本は開けてる。毎日飲んでるんですか？毎日ってわけじゃないけど、はい、1回でこう 2,3 杯とか飲んだり。あ、そういうことです。あと多分僕のちょっと濃いから物理的な量の話それはありますでもやっぱりこう家で飲むのとバーで飲むのって違うじゃないですか、うん、同じウイスキーでも同じ格でもバーで格飲むとその人の作り方の癖とか飲んでるじゃん、うん、なんか本当にちょっと違う風に感じる時あるんですよ、うんうん、ちょっと脱線しましたけど、いただきます。皆さん、お味どうですか？皆さん、どんな？ないんですよ、これ。多分、美術館でも珍しい方で、他の店舗ではあんま見たことないので。ちょっとレポートしてくださいよ、飲みレポ。いきますよ、3、2、1。ところから。はい、スタート。ローリング系、いただきます。うん。あのトウモロコシの甘みがあってすごい飲みやすいです。僕の顔見るのやめてもらっていいかな。じゃあ逆にお願いしていいですか？いや食レポでやめてくださいやめてくださいバリウマずるいそれそれで終わらせずるいこれでやらせてもらってますこれはい、ということで今回予算ぴったりでチカラさんにボトルを選んでいただきました。まず1杯目がオールドボトルのプレジデントで、2杯目がちょっとあっちにあるんですけどハウスブレンドであるカラスマ5ジョーダル、うん、で、3杯目がロイヤルのオールドボトル1杯、最後4杯目がローリング系1杯になります、はい、マジで安い。本当になかなかリッチなラインナップでしたね、うん、多分普通の場だったらこれで3000円もいってます。確かに一杯で多分これなんかもっと高いんじゃないですかね、プレジェントは。どうでしょうね。でももともとは高いウイスキーではないんですよね。オールドパーのアニキブルみたいな感じです、うん、オールドパーよりもランクの上なんです、ね、知らなかった、そこまで。逆に当時プレジェントですからそこのところよろしくお願いいたします。ちなみに千葉さん、今回4本選んでもらったっていうのがあるんですけど、はい、もうここに入りきれなかったけど、こういうのもラインナップ入ってもよかったよねっていうのとかなんか選ぶとすればみたいなのあったりします？あ、値段関係なし？値段関係なし。あ、なんだろうな。でもリアルに
ほぼ飲んでると思う。でもそれこそやっぱり美術館だったら、俺個人的に好きなのがあのリュウリュウ。お、あれは嬉しいですね。これね、あの普通にうまい、これ。なんかそう、うわめっちゃうまいなっていうよりも、あ、まあね、あいけるねみたいなところが、あのちゃんとうまい、ちゃんとうまい。リュウリュウおいくらですか？これをまあラインナップして入れるっていうのはありですね。全然いいと思います。じゃあ、さん最後面白い終わり方で締めてください。よろしくお願いします。いきますよ、3、2、1。はい、お願いします。はい。ちょっと面白い。はい、いらっしゃせーみたいな。どうやすいいですね、じゃあ5分に一本締めしてるけど、はい、ここで改めて予算3000円でした。やり方違うよ、やり方違うよ。はい、OK です。